佐倉市、千葉県北部の中央部に位置し、市の北側には印旛沼が広がります。面積は 103.59 平方キロメートル、人口は17万6千人、年間の平均気温は15度前後と比較的温暖な気候に恵まれ、印旛沼周辺や桜城市周辺、南部の農村地帯などには豊かな自然が残っています。今から約400年前の江戸時代初期、土井利勝が桜城を築きました。その後、桜は11万石の城下町として栄えました。幕末の老中堀田正義は蘭学を奨励し、江戸から佐藤大善を呼び寄せ、現在の順天堂大学の元となる医学塾順天堂を開設しました。佐倉は西洋医学の盛んな町としても知られ、当時最新の医術を学びに全国から医学生が訪れました。そして順天堂創始者である佐藤大善の養子が佐藤高中、下総の国尾身川、現在の千葉県香取市出身、長崎へ留学しオランダ人の医師から新しい医学の理論と技術を学びました。佐倉へ帰ると佐倉藩の医学改革を行い、佐倉養生所を開設、貧しい人も治療を受けることができる画期的なもので、日本初の西洋病院である長崎養生所をモデルとしました。佐藤高中の長女が佐藤志津、幼い頃から三味線、薙刀、華道、茶道、礼儀作法などを稽古し、中でも薙刀は穴沢流の免許を得るほどの腕前でした。桜藩主堀田正義の息女松姫のお相手となり、姫と共に当時の女性がすべきさまざまな稽古事を学び、上流社会でのたしなみや気品を身につけていきました。志津の夫は佐藤高中の養子で、後に順天堂病院院長の佐藤進、ベルリン大学医学部を卒業し、日本人として初めてドイツの医学博士の称号を得た人です。そして志津が関わることになるのが、明治33年に設立された女子美術学校。女子高等教育がまだ珍しかった時代、美術学校ということで入学者も少なく、経営困難に陥っていました。そうした中、設立者から経営を引き継いだのが佐藤志津でした。明治41年、校舎を焼失するなど苦難に見舞われますが、志津は学校存続のために全資材を投じて経営に取り組みました。その様子は、志津校長は自分の着物を脱いで学校に着せたと評されるほどだったそうです。現在女子美術大学のキャンパスは杉並と相模原にあり、およそ4300人の学生が絵画やデザイン、工芸など幅広く美術を学んでいます。佐藤志津を通じた縁で、平成24年4月2日、佐倉市と学校法人女子美術大学は連携協働に関する協定を締結しました。今後は教育・文化の振興と発展、人材育成、まちづくり、産業振興などの事業において連携をしていきます。